マリアルイザブルボンイコールパルムスカは、ブルガリア王・フェルディナント一世の最初の日。彼女は、夫が、王位につく前に没死したため、ブルガリア公妃にはなったが、王妃ではない。イタリア語名、マリアルイザディボルボーネ・パルマ、ドイツ語名、マリールイーゼ・フォンブルボン・パルマ。パルマ公ロベルト一世と、その最初の日で両シチリア王・フェルディナント二世の娘で、ある、マリーアピアの長女として、 ローマで生まれた。彼女の両親は、マリー・アピアが1882年に出産時に死亡するまで11人の子供の親となった。その後ロベルトは再婚し、さらに12人の子供を設けた。最初の11人の兄弟姉妹の中には、両親の近親婚のせいで精神障害を持つ者も多かった。婚約が整ってからマリアル・イーザは初めてフェルディナンドと会い、 1893年4月20日に、ルッカで結婚した。二人の間には4個が生まれた。マリア・ルイザはソフィアで亡くなり、カトリックとして、プロブディフの生類を大聖堂に葬られた。ありがとうございます。